大根です。こんなね長い大根あるんだよ。見たことある？ない。ないですか。さあこのね大根の名前があるんです。これは何という名前の大根でしょう。1番大根足、2番六六首、3番青首大根。さあ何でしょう。ピンポンピンポン大正解。これは預けるね。後でいいものと交換します。このね、青首大根をね、サク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 って包丁で切ります。包丁で切って、かつらむき、隠し包丁を入れて麺を取ります。こうすると味染みも良くなるんですよ。さあ、これをね、お鍋でコトコト煮ます。よく見てください、ここで赤い炎は不完全燃焼なので、皆さん青い炎でね、お料理してくださいね。さあ、できた黒吹き大根の出来上がり。ふう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 、おー、いっぱいできた。はい、いっぱいできた。はい、どうぞ食べてください。むしゃむしゃむしゃ。はい、どうぞどうぞ、むしゃむしゃむしゃ。今早足でやってますけどね、大根にはいろんな種類あります。青首大根に練馬大根、聖護院大根、森口大根、長い大根もあるんですよ。大根にはビタミン C という栄養がたくさん含まれて、知ってる？大根の他にもね、みかん、パセリ、人参、あれ、いちごにね、じゃがいもたくさん入ってます。ビタミン C っていう栄養はどんな風に効き目があるかというと、風邪ひきにくくなります。歯茎から血が出なくなります。美しくなります。さてここで問題。大根は今から学術的な話になります。大根というのは一体何科の植物でしょう。お母さんいきますよ。1番アブラナ科、2番ブラブラ科、3番アブラカタブラ科。1番油かたぶらは1番ピンポンピンポン大